よかった。やばかったでしょ。やばかったでしょ。後ろの人見えました？大丈夫かな？ちょっと後ろ暑いかもしれないけど申し訳ない。申し訳ないです。はい、ということで早速 E ブロックのチームさんにお話を聞こうと思います。はい、ここらへんさんどうぞ。どうぞ。はい。頑張ってください。はい。じゃあ踊った曲とか。今回私たちはレインボーブラックスのカバーをやりました。であのダンスのイベントなんでダンスのことを言いたいところなんですが、すいません、これは言わせてください。あの先ほど登場したあの箱、フォーラインが作りました。ただ私たちの力だけではできなくって、例えば簡単に安く頑丈にするための仕組みを考えてくれたマチルパパ、おー、ペパパ、ありがとうございます。そして、材料をすべて、島中ホームセンターで買いました。お兄さんありがとうございます。島中ホームセンターのお兄さん、お兄ちゃんありがとう。はい、あとですね、土台は、まあ、私たちというより、私の旦那さんなんですけどが協力して作ってくれました。ありがとうございます。いつも理解を示してくれてありがとうございます。リアルガンダルですか？リアルガンダル、リアルガンダル、なかなかこういうの理解してくれる人っていないと思うんですけど、はい、私の趣味を理解してくれて応援してくれるのでいつも感謝してます。このいつも素直にありがとうとか言えないので、すみません、この場を借りて呼んでいただきます。どうぞ。ありがとうございました。はい、告知は、6月22日の景品賞でフォーラインとして出るのと、A ライン2つ出ますので、もしよろしければ予約受付中ですので皆さん来てください。B2B やってます。ありがとうございます。自己紹介、自己紹介。こんばんは。普段はエクサムのヒョンスンとして踊らせていただいているユウカです。のコピーに飲みます。テキストとエキゾチックのスホを担当してます、ゆうなです。
シークレットということで、はい、シークレットということでですね、ヨルバクランサとして参加させていただきました。さっき立法ほど踊っていたアンニョンスクールのマイカーと申します。こんな素敵なメンバーで構成させていただいたんですけども、本当にもうこの本当ソロ不安で仕方なかったんですけど、もう最後のインパクト本当に本当によかった。本当にちゃんと抑えるし、不安がっててすごい相談もらってたんで、自信持ってって何百回も言ってたんですけど、みんな良かったよね。今回とあと前回のイベントでホヤを、ヘルプで入っていただいたエメリバースのマミツーさんなんですけれども、今回この度、正式にインスピリエムに爆弾さんとかよくやってます、まみつんと言います。この度、DM さんに入れさせていただくということで、もう普段喋んないんで、爆弾さんなんで喋んないんですよ、いつもこういう黒いのせてるからすごい本当に超緊張したんですけど、本当あったかいお客さんと温かいメンバーに恵まれて幸せだなと思います。これからもよろしくお願いいたします。楽しく活動していきたいと思いますので、またよろしくお願いします。
目隠しをしてあのお腹を出すっていうちょっとあの私たちの中で目隠し変態プレイって呼んでるんですけど目隠し変態プレイ楽しんでいただけましたか？インパクト本当にジュリエットは3回出させていただいたんですけども今回こうやってすごい大勢のお客さんの前でまたこういう曲を披露できて本当に幸せです。ありがとうございます。ちょっと泣きそうですけど今日は泣かないって本当か、うん、本当か約束したんで泣かせようかな我慢します。喋りたい人アンダーバースター星のスターで出てきますのでよかったらフォローしてください。あと YouTube のチャンネルもあるのでもしよかったらご覧ください。以上です。以上です。いいですか？すいません。はい、というこの目隠し変態プレイね、私さ、変態だからさもうさ、リハーサルからめっちゃ肩外しててもう本当にすごい見たかった。いいなぁ、みんな私も目隠し変態プレイの話が見たかった。待って、私の腹を見てないよということで、以上で全部ショーケースが終わってしまったわけですけれども。